もう行くのか、タボ。まあね。今度お前さんに仕事、まあまた時間ある。仕事もらえるなら助かる。ならまた手タボ。それでは。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ、俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。では、早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査は、こちらの矢上が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり、実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな。てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ。警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ。ただ、警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は、
羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。その時に強烈会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが久米って野郎だった。喧嘩吹っかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳強霊会の下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。強霊会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？神室署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった強霊会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘトも持ってねえ。気に食わねえデカだ。今聞けることは大体聞けた。分かった。よし。八神、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。
人ですか？はい、いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます？ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ねわかんない。やだ、超ウケる。あ、少しいいですか？12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のこと覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。行った行った。あ、少しいいですか？12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。俺のことなんて誰も気にしてないんだから。ちょっとすいません。12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな？この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう。
カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の強霊会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか？なあ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。